はい、高橋亮太郎です。このですね、この動画、この間から言ってるんですけどね、15,308回なんですね。だから、やっぱり、なんていうか、口コミっていうのはなんか嘘なんだよな。口コミって全然広がんないもんね。嘘ですね。口コミ、ちょっとはね、ほんのちょっとは口コミっていうね。でもまあ人っていうのは人の話聞かないんだよね。ということで、まあ前置きなんですけどね、今ね。だからちょっとがっかりしましたね。これ全然広がんない。全然、私20万ぐらいはすぐ行くだろうと思って全然行かないもんね。まあでも情報は出てるからね。知らないなんて言わせないよね、もうね。こんだけ出てて、何だって出てるからね。今回ね、水道局員は悪魔ですね。全員ね。俺も全員だね。一人残らずだね。関係者全員だね。全部知っててやってんだからね。下請けの方はしょうがないですよね。下請けの方はもうしょうがない。しょうがないっていうかね。まあ、いうこと言ってくれればいいけどね。公務員の人ね、公務員。まあ公務員は全員ね、もう分かってるからね。公務員はもう何でも分かってるからね。それでこのままこう、何でもこれ続けてるわけだから、これだってね。ということで、今回タイトルね、水道局。ね、水道水に農薬がね、もう農薬入れてんだよね、わざとね。わざと入れてんだよ。わざと入れてんだよ。入れんじゃねえよ、本当によ。国民全員皆殺しだ。以上ですね。はい。人間じゃないね。お前らもう後で後悔すんなよ。